部でございます。今の心境どうですか？心境姫路盛り上げましょう。えいえい。おはい、まあまあやないですか、ぶどうちゃんです。今日は先ほど連絡がありまして、ここ JR 姫路駅での一日車掌にビクトリーナ姫路の選手たちがなるそうなので、今ピオリの方から連絡がありましたので急遽、やってきました。早速本当にやってるのか行ってみたいと思います。はい、やってきました。なんか真鍋監督見えてますね。あ、記者の方とか、めっちゃ来てるのかな、カメラマンとか、ステージが組み込まれてますね。ケーブルテレビウィンクさんも来てますね。あ、ありがとうございます。これ YouTube ダメですよね。僕も、ごめんなさい。ダメですか？選手を頑張ってた。あ、社長様、はい、大変失礼しました。もうずっと、ありがとうございます。ブログとか拝見して。あ、なんと、ビクトリーナ。姫路の社長さんから挨拶していただきました。いつも姫路のためを見てくれてるそうです。違うんですか？ビクトリーナ姫路の、はい、姫路駅一日駅長が開催されます。ビクトリーナさんがこの10月から V1 リーグに昇格になりまして、おめでとうございます。はい、もう本当に1年足らずで V2 から上がられるわけです。素晴らしいです。私も試合見に行きました。ありがとうございます。まあ、ますます姫路で活躍されるビクトリーさんを応援しましょう。応援しましょう。僕らもあのピオレもスポンサーになってます。そうですね。一緒に応援しましょう。しましょう。ビクトリーナ、えいえい。おー、あ、ビクトリーナの選手の皆さんが、今日は一日社長になるそうです。かなり告知されてなかったのに、人がたくさん来てます。あ、真鍋監督。真鍋監督が出た。皆さんこんにちは。こんにちは。真鍋でございます。いよいよこの V1 リーグという実戦が10月12日から始まります。この姫路でもホームゲームがありますので、どうぞ会場またはテレビの前でご視聴の方よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。おー、美人。各社が写真を撮ってます。我々も撮りたいと思います。現在、右に行くとの頑張れ。あ、帽子で分かりました。うん、帽子で用意取りたい。ありがとうございます。もう、うん、今日どうですか？どう、真鍋監督が来てくれてますけど。え、来てくれてますけど、どうですか？何を？一日社長してくれるんですけど。あ、僕写真撮りたい。お願いします。お願いします。いや、僕あの綺麗な女性と撮りたい。綺麗な人と。これ真ん中入るとこダメですよね。それはダメですよね。ダメですよ。こっち、はい、こっち。え、次試合いつからなんですか？10月12日。あ、10月12日。姫路のウィンク入った。あ、失礼しました。また応援行きますんで。姫路市民みんな応援してますんで。お願いします。姫路盛り上げましょう。えいえい。おー、ありがとうございます。あ、一日駅長おめでとうございます。ありがとうございます。この、今の心境どうですか？心境。今から一日するんですか？私もいつか一日やってみたいんで、またその時はご指導ください。はい、あの、試合も見に行きますんで。ありがとうございます。はい、ということで、ビクトリーナ姫路の選手が1日車掌するということで記者会見かな、V1 リーグにも上がったということで記者会見が行われました。各社記者も来られててね、大盛況でしたね。姫路のスポーツがまだまだ盛り上がると感じましたということで、皆さんまた明日お会いしましょう。今日は JR 姫路からは以上でした。現場からぶどうちゃんがお知らせしました。バイバーイ。